どうも、キスケです。お久しぶりです。ドラゴンクエストライバルズ ドラゴンクエストライバルズがリニューアルするということで、ちょっと見ていこうかな。はい、ドラゴンクエストライバルズエース、リニューアルするみたいですよ。一人で遊べるゲームモードを携えてドラゴンクエストライバルズが生まれ変わる。2020年8月に配信ということですね。はい。ドラゴンクエストライバルズに登場するキャラクターやモンスターカードで単性バトルが楽しめる本格オンライン対戦ガードゲームと。はい。なるほどね。ドラゴンクエストの、キャラクターがオリジナルイラストで続々登場。カードの数は1000種類以上。原作のエピソードにちなんだ様々な効果を持つカードを組み合わせて、シリーズを超えた君だけのオリジナルパーティーを作ろう、うん、あ、これや。一人モード、一人で冒険、ソロバトルアドベンチャー。これランクマッチですよね。へえ、すげえ。この辺はいっか。あ、いや、気になるのはこれでしょう間違いなく。ソロバトルアドベンチャーとは、めちゃくちゃかっこよくない？なんかすげえかっこいいんやけど。ドラゴンクエストシリーズの記憶が交差する混沌の世界を舞台に、歴代のボスとカードバトルを繰り広げる待望の一人ゲームモード。特別な力を持った勇者となり、規格外のパワーを持つボスたちに立ち向かえ、今までの対戦が苦手な人でも気楽に気軽に始めることができるぞと。ロトの血を引く者、かっこよすぎ。へえ、なるほどね。まあ敵を倒すんでしょうね、多分。ロト、あ、オートモードでできるのか。あ、これはまあありがたいですよね。さあ、ゲームシステムですよね、問題の。しかし無駄なこと、さあ我が腕の中でもがき苦しむがよい。これボイス流れんのかな、どうなんでしょうかね。大塚明夫さんのボイスが聞きたいんですけど、ダメでしょうか。さすがにそんな金ないか、フィールド&ボス。さまざまなドラクエシリーズタイトルをテーマにしたエリアにおなじみのモンスターやボスが待ち受けると。7月30日 V ジャンプチャンネルにて公開予定。おもろいんかな、ストーリーモードってけどさ、結構待ってる人おったやん、ストーリーモードを実装してくれ実装してくれみたいな。でようやく実装されたんで、あ、ちょっと待って、これ新カードじゃね、これ新カードやろこれ。それともストーリー専用のカードなのかな、どうなんでしょうか。しかもなんか枠が違うな、枠わかります？なんかこういうハープみたいな枠になってんね。気になるキャラクター、あー、これはいっか。カードパック、いや、これですよこれ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 、遅すぎ、ようやくよ、やっと、めちゃくちゃ待ったね。第10弾までのカードパックっていうことで、まあドラゴンクエストライバルズエースになるっていうことなんで、新1弾カードパック、また1弾からスタート。まあこれドラクエ2ですよね確か。英雄たちの凱旋、ゴッドみたいですね。これ見れんのかな。いや、やっとよマジでようやくやで、ほんま。カードパック紹介、かっけー、なんかロゴ、英雄たちの凱旋。今段からナンバリングを新1段に改め、新章開幕。新1段カードパック、英雄たちの凱旋、2020年8月リリース決定ということで。これってさ、8月の頭に発売すんのかな、どうなんやろ、忘れたな。新バトルシステム、ダンジョン、新ヒーローカード、レジェンドリアカード、カードライブラリー。新バトルシステム、ダンジョン、建物カードに新たにダンジョンが追加。特定の条件を満たし、ダンジョンに眠るお宝をゲットせよ。ほう。沼地の洞窟、1コスト、ダンジョン、耐久値
5で、あ、へえ、耐久値を増やしていくんや、逆に。ダンジョンは場にある間メリットはないが、その分、これなんて読むんでしょうか、突破した時の効果は絶大、素早いダンジョン突破が勝利の鍵となる。あ、なんて読むやろ、わからんわ自分のターン終了時、隣接している味方ユニットがいるなら耐久値プラス1。お、なるほど。この沼地の洞窟をクリアすると王女の愛をゲットできるんや。はあ、なるほどなるほど。なんかさ、これアグロとかに使えそうじゃない？1コストで沼地置いて、まあ、例えばアグロゼシカとかやったら低コストのユニットいっぱい入ってるじゃないですか、まあ、だから、まあ、5ターン目4ターン目とかそれぐらいのタイミングでこう一気に耐久値2ぐらい増やして王女の愛をもゲットするみたいな、だからそういう感じで使えそうですよね。はあ、なるほど。けどなんかちょっと難しそうではあるな。まあこれさ、建物なんで、だからこの上にユニットを置くことはできないんで、まあ6マスのうち1個が埋まっちゃうって考えるとね、まあ難しいっちゃ難しいんですけど、まあだからど真ん中にセンターに置かないとなんですね。さあ、新ヒーローカード、ドラゴンクエスト2、ローレシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女がヒーローカードとして登場ということで、え、3枚3枚なんや、英雄カード新第1弾やから。へえ、ローレシアの王子、あ、もう出てんねや、なるほど。うん、1コスト、ローレシアの王子のヒーロースキル、これちっちゃくて見えないですよね多分ちっちゃくて見えへんよね。グイ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 と、はいはい、どうぞ。王女の覚悟、王子の覚悟、敵一体に1ダメージ、自分のデッキに特技カードがないならこのヒーロースキルのコストマイナス1、さらに使用後すぐにレベル2になる。え、6回発動、6回発動でレベルアップ、特技カードがないなら1回でレベルアップ。え、特技カードを採用しない敵が生まれてくるってこと、やばくない？紋章を探す旅、1コスト、対戦対象にできる敵ユニットがいる間、敵リーダーを対象にできない、敵一体に2ダメージ、その後このヒーロースキルのコストプラス1、ダメージプラス1、3回発動でレベルアップ。あ、そうか、あれや、この新1弾になると英雄カードがスタン落ちすんねや、ロトとエイトとソロ、だからこれあれや、ロト代わりや。はぁ、なるほど。ロトの代わりに、ローレシアの王子。ってことか。だから効果ちょっと似てるんすよね。へぇ、なるほどね。破壊神との決戦。対象にできる敵ユニットがいる間、リーダーを対象にできない。敵一体に1ダメージ。その後ダメージが1に戻る。自分が、特技以外のカードを使うたびダメージプラス1。なるほどなるほど。まあだからユニットとか、まあ建物とか武器とかか、そういうのを使えば使うほど、まあ、このダメージが上がっていって、で3コストで1回使っちゃうとまたダメージが1に戻るってことなんや。あーってどうなんやろこれ。けどさ、あれじゃない、ちょっとサイズ元に戻すか。あれ、端っこがない、ギューンと。これ多分あれですよね、ダンジョン あるじゃないですか、ダンジョン。これでそのダンジョンクリアすると王女の愛1枚ゲットでしょ。だからここ特技カードゲットできるわけや、要は。まあ武器とかもあるでしょうけど、
まあだからこっちでダンジョンでその特技カードを補充して、この特技カードなしのデッキを組んでみたいな。難しくないこれ。めっちゃむずないか。すべてのレベルで相手を攻撃できるアクティブな英雄、武器や建物重視で戦うデッキに最適。あー、なるほど。ってことはこのサマルトリアの王子とムーンブルクの王女、この二人は多分ソロか、ソロとエイトの能力にちょっと似た能力なんじゃないかなって思います。なるほどね。レジェンドレアカード多い。多いな、むちゃくちゃ多いぞ、むちゃくちゃ多い。1,2,3,4,5,6,7,14 の20枚。うひょ、え、見れるんや。27日、今日見れんのか。まあカード紹介は紹介の動画で撮るか。めちゃくちゃ可愛いな。めちゃくちゃ可愛い。なるほどね。まあだから新第1弾の英雄カードは、まあ一番初め元祖英雄カードに似た能力になるってことだよね、はい、こいつがロトで、ソロとエイトによく似た能力になると。いや、これは楽しみじゃないですか。まあ、久しくね、ちょっとライバルズやってないんですけど、スチームで出てから2、3回しかやってないねんけど。いやー、でもようやくね、ライバルズの動画が撮り始められるというか、僕個人的にはね、さっさと、まあ、早く診断で遊びたかったんで、いや、ようやくこういうね、情報が解禁されたっていうのは楽しみですよ。はい。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よき、ドラゴンクエストライフを、バイバイ。